スカルの八田国際空港の近くのスイフトインに2泊しました。今日のレートで約2000円でした。この値段ならお買い得感がありますよ。この場所はアエロポリスと呼ばれていて、ホテルやアパート、レストランや日用品を販売するお店がコンパクトにまとまって小綺麗な場所でした。フロントもロビーもシンプルです。ジャカルタには用事はなかったので、今からこの送迎車で空港まで送ってもらって、バタム島のハンナディム国際空港へ向かいます。アエロポリスさん、お世話になりました。満足してますよ。今日は全然渋滞してませんね。これから登場するライオンエアーの送迎バスでしょうか。登場する便は JT378 便バタム駅です。やったー、どうやら一番後ろの列みたいです。シートに体が押し付けられる G 感覚が、何とも言えません。おやおや、このパイロットバンク取りすぎじゃないかい。以前使ったエジプト航空も軍人上がりのパイロットが多く、急旋回、急降下がすごかったぞ。まさに落下していくような感じだぞ。いろいろな乗り物の事故がありますが、航空機事故ほどの恐怖感はないでしょうね。墜落していく間は意識があるのですから。今まさに墜落疑似体験みたいなもので、この窓から外を覗くとゾッとします。それにしても、インドネシアは島だらけですね。13,466 島もあるんですよ。2位のフィリピンが7,109 島、3位の日本が6,852 島ですから、ダントツの1位ですね。もうすぐ着陸です。
バタム島はシンガポールから直線距離にして、10km くらいのところに位置する島です。面積は415平方キロメートルです。人口は統計がいい加減なのでわかりませんが、70万人くらいだろうかと思われます。バタム島の産業は工業製品の輸出で、先進国の名だたる企業、パナソニック、フィリップス、シーメンスなどの工場があります。次に、観光で、インドネシア最大の歓楽街でもあります。まだ回転しているエンジンを真後ろから見るのは初めてです。 D3 のでもでかいですね。ライオンエアーなのにバテック航空の塗装をしてますよ。4ヶ月ぶりです。サインボードがお帰りと言ってくれているような気がします。ご視聴ありがとうございました。プーコがお届けしました。